味しいですか？いいえ。Today we're going to take up three letters which are used to represent grammatical particles. First, ha. You've already learned that this letter is pronounced ha, but it is also used in sentences to represent the grammatical particle wa. これは本です。鍵はここです。へ。You know how to pronounce this too. But in sentences, it does double duty and also serves to represent the particle え。駅へ行きます。うちへ来ます。お。This is the first time you've seen this letter because it is normally not used in words like nouns and verbs. In modern Japanese, it appears only when it is needed to represent the particle お。傘を買います。本を読みます。We've almost completed our study of hiragana writing, and the few points that remain tend to be irregular details, but we are almost finished, so stick with it. Well, as a review of what we've studied today, watch this. はい、次の方どうぞ。先生、お願いです。助けてください。どうしましたか？うちの猫が苦しそうなんです。それはいけませんね。どれどれ。先生、助かるでしょうか。ねえ先生、この子助かるでしょ。お願いです、助けてください。よし、多分良くなるでしょう。本当に良くなるでしょうか。元気になるでしょう。ほら、元気になったでしょう。本当元気になりました。ありがとうございました。There were words there that you haven't learned yet, but you could tell that they were doing a lot of wondering and supposing about the condition of the kitten, couldn't you? To close today, let's watch the 10th installment of the story about Jan in its entirety. さて、今朝もよく晴れました。では、各地の天気です。はじめに東京都、今日は一日中よく晴れるでしょう。神奈川県、今日は一日中よく晴れて暑くなるでしょう。埼玉県、今日は一日中よく晴れるでしょう。山間部では雷が起きやすいので十分注意してください。おや、お出かけですか。おはようございます。今日は太郎君たちとドライブに行くんです。ドライブですか。いいですね。写真をたくさん撮ってくるつもりです。ちょっと、お年？すみません、後で。いや、おはよう。あ、おはようございます。あれ、みどりさんは。みどりは宿題がたくさんあるんだそうです。じゃあ、みどりさん、うちで勉強ですか。きっと今頃、一生懸命勉強してるでしょう。みどり、なんですか。太郎はヤンさんと二人でドライブするつもりかね。いいえ、ヤンさんの会社の岡田さんも一緒に行くそうですよ。
空いているでしょうか。ええ、高速道路は空いているでしょう。本当、高速道路は空いてますね。ええ。まだ富士山は見えませんか。いえ、もうそろそろ見えるでしょう。ほら、見えましたよ、あそこに。本当だ。芦ノ湖のレストランで食べませんか。私、みんなのお弁当を作ってきたんです。僕と太郎くんの分もあるんですか。ええ、そりゃどうも。お弁当が楽しみですね。いやー、綺麗。加藤さん、お昼には芦ノ湖に着くでしょうか。ええ、お昼前に着くでしょう。今頃みんなもどこかでお昼ご飯を食べてるでしょうね。そうだね。足の肩あたりで食べてるかもしれませんね、うん、ごちそうさま。はい。ああ、みんな楽しいでしょうね。うわあ、おいしそうですね。さあ、食べてください。はい、いただきます。あ、ヤンさんはこれがいいんでしょ。どうぞ。どうも。おいしい、うん、魚がいるんですか。いるんでしょ、きっと。ほら、あそこで釣りをしていますよ。冷たそうですね。あそこ。加藤さん、水冷たかったでしょ。そんなに冷たくありませんよ。本当？ああ、おいしい。よっしゃ。太郎はまだかね。でももうそろそろ帰ってくるでしょ。うん、そうだな。はい。ああ。